パリ五輪出場を目指す学べジャパンにとって、五輪六大会連続出場への切符をかけた最後の戦い、ネーションズリーグ。第2週を終えて世界ランク6位につける女子日本代表は、いよいよ12日から、運命の第3週、福岡ラウンドを戦う。パリ五輪に出場できるのは男女各12カ国で、女子はすでにトルコ、1位、ブラジル、2位、 ポーランド、3位、アメリカ、5位、セルビア、8位、ドミニカ共和国、11位、と開催国のフランス、19位、を含めた7カ国が五輪出場を決めている。残り5枠はネーションズリーグの予選ラウンド終了時の世界ランキングによって決定。日本が出場権を獲得するには、福岡ラウンドが終わった時点の世界ランキングが、 アジア・オセアニア地域で最上位、または出場権未獲得の国のうち上位3位以内に入る必要がある。第2週を終え、日本の世界ランク6位はアジアで最上位。予選最終週を福岡で戦う日本は、12日に韓国、38位、13日にカナダ、10位、15日にセルビア、8位、16日にアメリカ、5位、 と対戦する今大会は1試合ごと、さらにセットカウントによりランキングポイントが大きく変動。アメリカ戦以外は日本より下位のチームとの対戦となるが、下位のチームに敗れると、ランキングのポイントが大きく引かれるため、負けられない戦いが続く。日本のランキングポイントは329.62位。アジア最上位枠を争う中国。 7位は327.57で、その差は2.05とわずか。中国は第3週、香港ラウンド、2、ブルガリア、23位、ドイツ、12位、トルコ、1位、ポーランド、3位と戦う。ランキング上位2チームとの対戦を残していることもあり、結果次第で世界ランキングが日本と入れ替わる可能性もある。